コミットメントっていうのはね、人じゃなくてあなたが幸せになることにコミットメントしてください。私の彼は2歳年下の売れない役者で、借金ギャンブル依存症、ここ結構手のかかる人好きですね。横浜と神戸で遠距離で、最初は割り勘で、私も1年半ギャンブルするなら少しだけでもホテル代出してほしいと言ったら、博多や東京に講義聞きに行ってるのをやめればと言われ、ん？これうちの博多とかに来てもらってるのかな。でも2つ出しても5500円の1万1000円ですもんね、うん、彼のギャンブルよりは安いと思いますけれども、そして彼を好きな、役者のゲイがいるのですが、ゲイの役者が彼のことは大好きなんね。元カノとその2人は私が付き合ってることを言ってくれません。理由は俺のファンだという、ゲイとは二股されてるようで嫌だと訴え、ずっと喧嘩。彼はすぐに怒ります。俺は人間関係お前だけとか無理なんだからと言います。ある意味正直な人ですね。浮気はなしです。私はどうコミットしたらいいですか。まずね、コミットメントっていうのはね、人じゃなくてあなたが幸せになることにコミットメントしてください。で、あなたが幸せに本当になれるかどうかっていうのにコミットメントして、それが彼だって言うんであればその次ですけど、なんかあなたにとってこの彼はあなたの幸せに近い人かな、遠い人かな。それとあともう一つ、友人にしてベストな人とパートナーにしてベストな人がいるっていうことを学んでください。で、多分ね、パートナーとして彼っていうのはちょっとどうかなと思いますけど、彼があなたの友達であればすげえ面白いベストフレンドになれるんじゃないですかね。我々ですね、そういうタイプのベストフレンドという近い関係なんだけど、これ同性であれば本当にいい関係になれるんだけど、男女関係にしてしまうと、もうお互いが破綻するような関係ってあるんですよね。はい。だから、どっちかが多分、迷えるスナックのままのあなたがちょっと大人になった方がいいんじゃないかな。多分あなたが、本当に友人として彼と付き合えるとしたら、彼はすっごく面白い、いい友人になれるかもしれないけど、パートナーとしてある意味彼は正直かなと思います。でも彼は正直なんだけど、あなたは彼のことが好きなんで、ちょっとややこしくなっちゃってるんじゃないかなと、まあ正直なところ思います。コミットメントっていうのは人にしてしまうとですね、執着と裏表一緒になっちゃうんですよね。まず私は幸せになるとか結婚するっていうことにコミットメントしてください。その時に結婚できないタイプの人、彼はどちらかというとそういう結婚生活に向いてる人ではないし、自分でもそれは PR してると思いますけど、あなたがそれをちょっと否認してるということに問題があるのかもよ。小鳥ちゃん。父が母にモラハラすることで幼い頃から悩んでいます。外見はとても優しい父ですが、母が気に入らないことがあると母への暴言、しつこい説教、時には手が出ることもあり、父は私には優しいです。一方、私は母から父の悪口を聞かされて育ってきました。私は20年前に結婚をし、両親はすでに75歳を超えているのに、未だに母から電話で父にもハラハラされたと愚痴を聞かされ、同じ状況がずっと続いていることに心が痛みます。母は最近骨折をして入院することになったのですが、そんな状況でもモラハラは続いています。私は父へ母を大切にしてと伝えたり、母に行政に相談しようかと言っても拒否されたり、私にはもうどうすることもできません。最近は実家に帰るのも嫌になります。心理学の本を読んで、私は父のご機嫌を取り、母の救済者を演じていたことに気づき、今はその役から降りて何もしないことを選んでいます。私の何がこの現実を作っているのでしょうか。ちなみに主人もほぼ常に人を変えてパワハラの上司が現れる嫌な思いをします。母と同じなのです。みんな仲良くしてほしいだけなのに、私にできることはありますか？まずね、お父さんとお母さんのことをあなたはお父さんとお母さんとして見ていますが、男と女として見てあげてください。そうするとですね、まあこんな嫌な目にあってもお母さんはお父さんと夫婦やってて、行政に相談しようかってあなたが言ったら、いや、それはいいって言ってるわけですよね。
ということは、お母さんはどれだけお父さんのことが好きやねんという話ですし、お父さんっていうのはですね、みんなには優しいんけど、お母さんへの暴言、まあ、ありとあらゆる攻撃っていうのは依存の一形態なんですよね。だから、なんでもっと僕を大事にしないんだ、なんで僕を優先しないんだ、なんで僕をもっと愛してくれないんだって、多分お母さんぐらいしかお父さん依存できる先にきっとないんでしょうね。外にはすごく優しくて我慢する人だから。で、お母さんとお父さんを、お母さんとお父さんと見るとですね、なんかね、我々は親に完璧であってほしいし、立派な大人であってほしいわけですけれども、人間である限り完璧な人っていうのはいないんですけど、男と女として見たらですね、お母さんから文句があるでしょ？で、あなたは行政に相談しようかと言っても拒否する。言ってやればいいんですよ。こんな目にあっても父ちゃんのこと。と母ちゃんは父ちゃんに惚れてるのとか、本当ねえ、父ちゃんも母ちゃんのこと大好きなんだよねって母ちゃん思ってるんですよ。父ちゃんって私のことを何とも思ってないし愛してないと思ってるけど、そうじゃないんだよ。あの父ちゃんが甘えられるのは母ちゃんだけで、父ちゃんは母ちゃんのことが大好きなんだよって言ったら、間違いなく母ちゃんの初期ねえって機嫌良くなります。で、どっかで父ちゃんもですね、まあ依存先が母ちゃんにしかないっていうのと、母ちゃんもこんな私にっていうふうに思ってるんだけど、男女としてちょっとパパとママを見てあげる、それは大人であるあなたしかできないことですよ。どうしても子供は子供の目で親を見るんですけど、そうすると辛辣になって不出来な親を許せなくなるんですけど、完璧な大人なんていないですから、もう皆さんもそうでしょ。私を筆頭にですね、大人っていうのはそういうことなんですよ。あなたの母ちゃんはだいぶ父ちゃんに惚れてますよ。こんな目にあっても、行政には相談しないでって言ってるわけですから。今日の動画お役に立ったらグッドボタンよろしくお願いします。そしてチャンネル登録まだの皆さんはチャンネル登録もよろしくお願いします。またお会いしましょう。